福島町市街地と福島漁港福島調整艦トンネル記念館潜水艇黒潮通号福島町は北海道の都道総合振興局に位置する町。大島半島南西部に位置し、正木郡に属する。大島市町西部に位置する。南岸は津軽海峡に接する。内陸部は山地。山地河川海岸消滅集落2015年国勢調査によれば、 以下の集落は、調査時点で、人口零人の消滅集落となっている。町長防災無線防災無線のほか、移動系防災無線も整備されている。国内漁業漁業が盛ん。陳味するメの生産量は、日本一。農業物流金融機関中継局空港町内に、空港は存在しない。最寄り空港は、函館空港鉄道路線北海道新幹線が、 町内を通るが、駅は設置されていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、木古内駅。かつては、世界初の海底駅である、吉岡海底駅があったが、2014年3月14日に、駅としては廃止され、保守設備の設置等を目的とした、吉岡定点となった。廃線路線バス高速道路高速道路及び、バイパスは通っていない。 国道堂道公安選択無形民族文化財その他、ありがとうございます。